はいどうも、なおちんです。さあ今日も妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。ストーリーが一応全部終わらせました。メリケンの方も日本の方も全部最後までクリアしたっていう感じだね。で、新しいイベントも来てるよね。で、このイベントもまだ途中までだけども、もう少しで全部終わらせれると思います。 Y ポイントが1万2000ぐらい、20連いけるけども、今日のねガシャがあんまり良くないんだな。コマジロとこの雪の巨人か、この2体がピックアップなんで、ちょっとここは待っときましょう。やっぱラストティーライン当てたいんで、あれがピックアップされるのもおそらくあると思うから、それまで待ちます。ということで今日はこれ、もう毎回毎回楽しみにしてるね、120円ガチャ、これで当てたいと思うよ。まあ前回の将棋イベントの時の当たりが確かなんだっけ、ピンクエンペラーだったか、だったね。なので今日はせめてトリプルエース、まああわよくば Z ダブルゼータ、このあたりを当てたいところですね。はい。まあこのねピックアップキャラクターがいるかいないかによって全然違うもんね。全然違う。前回のイベントでもさ、 A ランク縛りとかそういうところ全然クリアできなかったからね。なんで今回はちょっと頑張っていきたいと思います。はい、ちょっと話長くなったけどね、出しましょう。いきます。よし来た。あー今なんか襖の感じがさ、ラストティーラインなのね。確定とかじゃないよね。違うよな、違うな。あー怖い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 。ここで結構決まるからね。あーでもこの後でもニャンボも手に入れられるし、まあ Y ポイントガチャもね20連引けるんで、いい。ニャンボは関係ないか、あれは別のキャラが出るもんね。いきます。120円、月に2回しかできないガチャ、いけ。うそ、しょぼい、しょぼすぎるぞ、嘘だ。うわひどいひどい、今回のひどいわ。嘘、しょぼい。まあまあ前回に続いてね、今回もかなりしょぼい感じになったけども、はーい。まあちょっとイベント進めてニャンボ手に入れて、回します。そしてピックアップがラストティーラインに変わってからまた回しますんで、はい、チェックをよろしくお願いします。うわ今日はショック、これすっごい期待してたんだけどな。あーすごいショックだ。まあ頑張っていきます。はい、ではご視聴ありがとうございました。どうも。